名古屋方面入り口です。こちらは新しく開通した新名神鈴鹿サービスエリアです。 F1 のピットインを模してピット鈴鹿と呼びます。こちらは京都方面の入り口です。上下線どちらからでも利用できる集約型施設になっています。レースで使用されたレーシングスーツが展示されています。地元のお土産のほかフードコート、焼きたてパン、広いドッグランなどが配備されています。この新名神が開通しかなりの渋滞が緩和されるそうですよ。F1 マシンが展示されていました。かっこいい。私が若い頃はセナ、プロスト、マンセルなどテレビでよく観戦したのを思い出します。はい、こちらが伊勢の海です。今日は毎年のように利用しているポセイドン様にやってきました。ここのいいところは予約なし OK、 持ち込み OK です。そして何より地域最安値だと思います。場所はパールロードの裏村を少し進んだところにあります。予約がいらないと当日の天気で行くことができるからいいですよね。せっかくのオーシャンビュー、寒くない晴れがいいですよね。では早速牡蠣食べ放題スタートです。鳥羽の町で軍手、醤油、マヨネーズ、レモンなどを準備してきました。それとは別に飲み物も準備しましたが、飲み物は近くに自販機が、あり、そちらで購入することもできます。あ、ウェットティッシュは家から持ってきました。さて牡蠣を開けてもらいましょう。殻は缶に捨てていきます。普通殻付き牡蠣って1個100円ぐらいはするから15個も食べれば元取れそうですよね。ガンガン食べまくります。ちょっと焼いてる様子を見に行ってきましょう。冬を越した牡蠣、4月になると一段とプリプリに成長しています。海のミルクと呼ばれる牡蠣、食べ放題は幸せだ。小屋の裏側で焼いてくれてます。ドラム缶をカットして網を引き、薪と炭で焼いてくれています。焼いてもらってるから焼けたかどうかの心配はないですよね。こうしておかわりをすると次々と運ばれてきます。牡蠣腹いっぱいいただきました。周りの店は2000円から3000円以上するとこばかりなので1500円だと無理に食べ過ぎなくて満足ですよね。結局6回のおかわり、これは2人分の、牡蠣の殻です。結構食べた。伊勢島をドライブしたり遊んだりしました。道路にやたら警察が多かったのは翌日天皇が伊勢神宮訪問される日だったと帰宅後に知りました。松阪市にやってきました。ここをテレビで見て一度来てみたかったんです。予約が必要かもしれない人気のお店です。お肉屋さんが運営する焼肉や国産牛などの美味しいところが食べ放題です。しかも安い。本当にすっげー田舎にあったから本当舐めてました。だから撮影するつもりもなく食べ始めたら本当にうめえ。この値段で口の中でとろけるお肉って、松阪牛の部位もあったりして、頻繁に行きたいんだけどちょっと遠いんだよな。でも絶対にまた来る。美味しいもん。
コスパを考えても本当におすすめです。取るつもりじゃなかったから外観は食後に撮ったし、肉の撮影はこれだけしか撮ってないんです。だってうますぎるんだもん。撮ってる場合じゃないって。これ牛タンも食べ放題で幸せ。松阪牛まんなんていうのもあったりして本格派の味でした。ドリンクバー込みで2200円も安いんじゃないかな。今まで安い肉しか食べてないので別物のお肉でした。ほらみんなじゃんじゃん持ってくるよ。うまいんだもん。20時半ラストオーダー、21時閉店のお店でした。19時半入店したからラスト2組のお客様になっちゃった。閉店の早さも早いな。でもいい店発見した。絶対にまた来るぞ。